先駆け歯科の歯科医師求人情報にご興味を持たれた方々へ。皆さん、はじめまして。当院で勤務する際の魅力を厳選した5つを中心にお伝えします。ご自身の希望に合った職場選びのため、ぜひご参考になさってください。休職中のドクターに伝えたい5つのポイント。その1、院長は口腔外科認定医の資格を生かして、サイナスリフトを含むインプラント治療や静脈内鎮静法を施術しています。また、ブラケット矯正やマウスピース矯正、審美治療なども手掛けております。さらに、歯科医師向けのセミナーや勉強会を主催した経験から、わかりやすく指導することができます。その2、未経験の治療を施術する際は、誰もが不安に感じてしまうことがあると思います。院長は大学病院で、研修医や大学院生の指導をしながら、どのようなケースも確実にリカバーしてきました。口腔外科はもちろん、矯正や一般治療であっても、全責任は院長が取りますので、安心して施術に臨んでください。その3、当院では、毎月コンスタントに自費率 50% を実現しています。自費診療に自信がないドクターは保険中心に。自信があるドクターは自費診療をメインに施術することも可能です。その4、お給料が何を基準に決定されているのかわからない。どうすれば昇給するのかわからない。そのようなお声を残念ながらしばしば見聞きします。そこで当院では、何を実行すれば昇給するのか、賞与が決定するのか、明文化しています。そのため、やるべきことを着実に実行していけば、確実にあなたの所得に還元していくことができます。その後、当院は一体化したチーム体制を構築するため、レクリエーションを開催したり、日帰り旅行を企画したりしています。仕事をするときは、テキパキとみんなが共通の目標を持ち、全員が一致団結した上で診療を行っています。休憩時間にはプライベートトークで盛り上がるなど、風通しの良い環境を実現しています。院長山本の体験談。私ならこんなクリニックで仕事がしたい。パート1。私が勤務医時代に勤めていたクリニックは、とにかく院内の空気が悪かったことを覚えています。一番の原因は、院長がいつもピリピリしていたこと。働くスタッフは当然、患者さんまでもいつも悲痛な面持ちで通院されていました。それではいい治療は提供できません。当院では院長も勤務するスタッフ含め、怒鳴ったり物に当たったりすることなく、穏やかな雰囲気の中、患者のために診療しています。パート2、保険がいい悪いではありませんが、勤務医は保険の治療しかさせてもらえない。勤務医に自費診療を託さないという歯科医院が多いのは事実です。当院は担当医制です。担当する患者が自費を選択した場合、勤務医の技量がマッチすれば自費診療もお任せすることがあります。当院でご活躍いただく先生方には、スキルアップできる環境をフルサポートしていきます。もちろん応募の秘密は厳守しています。皆さんが抱えていらっしゃる悩みや夢など、まずは院長の山本にお聞かせください。あなたのご連絡を心よりお待ちしております。